スペイン国立統計局は、スペインの国家行政に関わる統計サービスを担当するスペイン国家の自治的機関。主要な業務は、人口動態、経済状況、社会に関わる統計情報の収集分析である。公式 HP では、様々な分野の統計情報を提供している。スペインの統計機関で最も古いものはスペイン、王国統計委員会で、 その創設は1856年11月3日に遡る。イサベル2世一聖火の政府主犯、ナルバイス将軍が才能ある人々によって構成される王国の統計情報を扱う機関を組織するための法令に署名し委員会を創設した。1857年4月21日は委員会は統計評議会と名を変え、初めての事業として、 国勢調査を手掛けた。セラーの将軍の暫定政権下の1870年9月12日の法令によって地理学研究所が創設され、3年後の1873年9月12日には地理統計局に名称が変更され、国家のための数的情報の収集が業務に加わった。1890年に統計情報は官業省の管轄となった。 1901年10月1日の法令によって公式統計情報とその出版が規定された。そして地理統計局は組織編成外によってデリクシオンゼネラルに転換、業務関遂のため各省内に担当部局が整備された。1921年には統計業務協議会が設立され、1924年には再編成が行われた。 1928年には労働計画省に、そして1931年には首相府省に所属した。ありがとうございます。